弟子入りする気持ちは全くなかったです。寿司アカデミーに入らずそのまま寿司屋に入った場合は魚はまずあまり最初には触らせてもらえないと思います。Becoming a sushi chef in Japan is a process that can consume nearly 10 years of a person's life. It traditionally starts with about 2 or 3 years of washing dishes and cleaning toilets before you're even allowed to make the rice, and then another 2 years until you can actually make sushi. But the Tokyo Sushi Academy promises to get you there in just 8 months. 握る形を毎日もっと美しくお客様に出せるような寿司を作れるように練習しています。学校へ行く期間は捌く、握る、一品料理などの作り方を教えてもらっているっていう形です。自分はちょっと魚を捌くということが苦手です。きれいに捌くといいますか、骨の部分に魚の身がつかないようにとか、細かい部分が自分には不足してて、そこをできるようになるために日々考えながらやってます。Set up in 2002, the academy has taught more than 4,000 students, with the majority of them finding jobs outside of Japan. The sushi courses range from 4 weeks to 8 months, a massive change from the decade-long process the instructors here went through in their time. Sushi と和食、日本料理を含めてキャリア35年になりますね。通例通り見習いから急にいきなり入りまして、それでいろんな板前さんから仕事を教わるというより盗み見ながら自分のものにしてって一人前になるまでやっぱ時間はかかりましたよね。我々は言葉っていうのはまずなかったですね。自分で盗み見て、なるほどああやるんだこうやるんだ、彼らはきつい思いして学んできてるんで、だからうちの学校みたいな言葉で理論的に話しながら段階を踏んで上達してもらうっていうノウハウとカリキュラムになってますから。今日やっていたテストは盛り込みといって、そのテイクアウト用の寿司を完成させるっていうやつなんですけども、握り16貫と巻物2つを10分以内に盛り込むテストです。11分50秒はい、じゃあ見させてもらいます。見本通りにできてないですね。ここがマイナス10ですね。並べる位置は見本通りでいいですか。器に汚れや水滴ついてないですか。はい、シャリや食材が他の握りついてないか。これはちょっとご飯が入っちゃってるな。はい、握り大きさ揃ってますか。大きさは OK です。並べる向き、コバ合ってますか。細巻きの具とシャリのバランス、高さマイナス5ですね。パンクしてないですね。パンクは OK。軍艦握りはどうでしょう。軍艦握りマイナス5です。もうちょっと海苔引っ掛けてください。卵握れてますか。卵取り出した OK です。包丁まな板周りきれいになってますか。包丁まな板周り OK です。腹毛85、はい、85。自分が一番難しく感じたのは飛びっこの軍艦で、将来はヨーロッパで寿司職人として働きたいです。僕たちの世代では弟子入りして苦い経験をたくさんするのはあんまり好む人はいないですね。 Traditionally, the master of these restaurants help their trusted apprentice branch out to their own businesses in exchange for their lengthy service. But with family-owned restaurants disappearing and young sushi chefs chafing at the idea of a grueling apprenticeship, there's more pressure to find a middle path. 古いものを大事にしながらも常に新しい間口は広げておくことは僕は重要だと思います。古い我々の先輩から教えてもらった技術、これは仕込みの技術、握りの技術も含めて、それは若い世代に伝えていくことはすごく重要だなという。調理師学校から人気の低い寿司の入り口は少なくとも我々は広くしているなと思います。